こんにちは、ヤスです。今回は僕が90年代後半によく聴いていた女性ボーカルもののアルバムを5つご紹介します。まあ、僕と同じ世代がね、それより上の方は知ってるかなとは思いますけれども、僕よりももっともっと下の世代ですね、今10代、20代ぐらいの方、そういう方が音楽に興味を持って、昔のものをね、こうどんどん遡って、探していこうってなった時に、どっから手をつけていいのかよくわからないということには、まあなりがちですよね。なので、まあちょっとそういう時に一つの、目安にしてもらえれば、まあいいかなと思いますので、では行きましょう。まずはですね、こちら、あの別にランキングじゃないですから、あの順位をつけてるわけではありません。はい、こちらですね、あの日本人のアーティストの方で、小中理由さんという方のアルバムです。曲数はね、7曲とこう少ないんですけれども、基本的にどんなサウンドかというと、フォーリズムですね、ドラムベースギター、鍵盤ものなんかを主体としたすごくアコースティックな、あの素直なサウンドでもって、歌ってます。歌ってるポップですねな感じの作品になってます。で、なんかね、古き、まあ、変なことはね、こう一切してないんですよね。だからこうサウンドのこう、サウンド的に遊ぶとか、あのオーディオ的にね遊ぶとか、あのそういったことではなくて、もう本当にドストレートにあのアレンジを録音してるっていう感じなので、なんか MTR で作ったのかなみたいなですね、そんな古き良き匂いもしてくるような感じで、なんといってもね、まあ、魅力的はちょっとコケティッシュっていうのとは違うかな、なんかこう素直な感じの魅力、すごくもうこう身の丈に合わない服は着てませんみたいなね。だから歌詞とメロディーっていうのが、もうなんかこう本当に素直に合わせましたみたいな感じなんですよ。素材で勝負しますみたいなそんな感じのすごく素朴な良さがあるアルバムになってますのでですね、まあ、ちょっと興味のある方これチェックしてみてください。小中理由さんですね。はい、ということで次行きましょう。これはもう知ってる方多いと思いますね。当時あの CM ソングだったんですよ、になってちょっと変更されてね、オープンアップというアルバムなんですが、五島よし子さんですね。五島よし子さんで、あの残念ながら僕この方はね、これしか知らないんですけど、これね、ネスカフェの CM ソングだったんですよ。で、一部歌詞を変えて、まあ、レッツゲットゼアって言ってるところを、あのネスカフェに変えて、あのレゲゼーって言ってるところをネスカフェーって変えて歌ってるっていう面白いちょっと曲なんですけど、あのすごく美しい歌声で、うまいですね。感じ歌ってて聞き応えある、曲です。女性ボーカルの方ですね。これもちょっと面白いので、まあ、ノリのいい曲ですし、なんていうか、まあ、本当に、そうですね、コーヒー飲もうかって感じになりますかね。そんな感じなんで、ちょっと興味のある方、これもね、チェックしてみてください。で、そしてね、まあ、ここつながりで確かね、僕さ、見つけたと思うんですけど、次の方。シュンズさん。中国人、かな。でもね、なんかアメリカ育ちらしいです。中国生まれのアメリカ育ちしくて、まあ英語は、発音は本当ネイティブって感じで、の方なんですけども、そう。この方もね、このアルバムも1曲目で、そう、このオープンアップってね、アルバムのタイトルにもなってますけれども、1曲目はオープンアップ。はい、同じ曲です。その、レッツゲットゼア。こっちは歌詞、ネスカフェの CM ではないので、普通に、ちゃんとした歌詞で歌ってます。で、あと他にこうカバーものとかね、往年の名曲、リングマイベルとか、もうすごくかっこいいアレンジで歌って、やってたりしますので、全体的にすごく面白い曲入ってますね。ローファイなサウンドなんか取り入れたりなんかして、面白いので、ちょっとね、これも聴いてみてください。歌、めちゃくちゃうまいです。すごくうまいです。なんか、これだんだん近寄ってたね。気づかなかったけど。はい、ということで次行きましょう。これもまあ知ってる方多いかな、ケリーちゃんというですね、香港の方かな、でケリーちゃんという方、なんか女優もされてるのかな、なんか歌手の方なんですけど、まあなんていうかね、サウンドは全体的にアコースティック系ですね。アコースティックです。なんかこう一発撮りしたかのようなサウンドがあったりとかね、素朴な感じで勢いよく元気に歌ってますっていう感じでノリがいいです。そう、これはね、そう、すごく有名な曲をカバーしてるんですよ。それ経由で確か僕見つけたと思う。確か何かというとですね、宇多田ヒカルさんの It's Automatic ですね、あれをカバーしてます。
で、まあ、それをカバーしてるんだけど、まあ、そういったね、ちょっとこう、デジタル系の、シンセ系のね、音なんかも、要はまあ、エフェクティブな音なんかも入ったりするんですけど、基本的にはアコースティック系のサウンドで全編固められてます。ので、これも、ちょっと、興味ある方、チェックしてみてください。そして最後。ディアナ・カーター。ディアナ・カーターさん。という方で、アメリカのカントリーミュージックの歌手ですね。まあ、カントリーミュージックって言っても、まあ、うん、結構、うん、なんていうかな、ポップなカントリーっていう感じかな。もう割と、もういっぱい、こう、カントリーのね、ノリのいい感じで、もう楽器が、みんな、こう、演奏が溢れてるような感じのやつで、この方、ちょっとこう、ハスキー系のある、歌声でですね、すごく迫力がある、楽しい感じの歌声を披露してくれておりますので、これもちょっと気になる方、チェックしてみてください。当時、これなんか、チャートで1位とか取ってたかな。うん、ちょっと、裏覚えですけどね。はい。ということで、まあ、今回は女性ボーカルもの、90年代後半の女性ボーカルもののアルバムですね。5枚。小中理由さん、五島よしこさん、シュンズさん、ケリーちゃん。まあ、ちなみにブラジルでケリーキーっていう歌詞もいますけれどもね、もうそっちはすごい腰振りダンスが素晴らしい、歌詞ですけど、まあ、どうでもいいか。どうでもいいかっていうか、僕は好きでね、アルバム2枚も持ってますけど、はい。まあ、腰振りが素晴らしいね。あと、ディアナ・カーターさん。アメリカのカントリー歌手ですね。この方も他のアルバムなんかもあります。ので、面白いですよ。サウンドとしてはね。まあ、こんなところ、ちょっと90年代後半のサウンド。興味ある方はですね、まあ、ちょっと探ってみてください。では、終わります。よろしく、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。では、終わります。ご来店ありがとうございました。安井でした。